ツのドルトムントで2年間プレーをしました。昨年セレッソ大阪に復帰をしています。シュート打つ、決まった、ミドルシュート一戦、見事にゴールが決まりました。1対0まずは先制点セレッソ大阪。いや、小野沢の素晴らしいミドル、これは見事です。山根からのラストパスを受けて、そして最後右足、小野沢の